世界の遊び大全51を極めます。ということで、世界の遊び大全51に収録されている50種類全てのゲームで金トロフィーを獲得しようということでやっております。現在の獲得トロフィーは51分の39です。ということで、今ジョイコンを持ってるので、せっかくなんでフィッシング釣りやりましょう。釣りまだやったことないんですけど、どんな感じなんだろう。トロフィーは3分で 2000g で3分。なるほど。ってことは3分で 2000g、 つまり2キロ釣ればいいってことね。やろうか。ジョイコンを使わないとできないゲームらしいので、どういう感じになるんだろう。浮きカーソル、竿の移動、多分1個だけだよね。あれ、あ、左使うんだ。待って、秒数経過してる。あ、これ限界？とりあえず投げよう。とりあえず投げます。で、あ、これで引ける。そう、これスティックこれで引けるんですよ。で、これで一気にフィッシュ！ブルーギル、400グラム。あれ、これで400グラムなんだ。これ楽勝じゃないか。っていうか、奥の超でかいの取りたいんですけど。釣りはね、全然やったことないです。昔ちっちゃい子にワカサギを釣った、ワカサギ釣りに行ったことある。あ、なんで？ちょっとやりすぎたかな。これ自然にあくまで魚ですよっていう面をしとく。よし、来た。フィッシュ。ブラックバス。あれ、これもうノルマ、ノルマ終わったぞ、これ。ちょっとこっち来いよ。デカブツ。無反応なんだが。まあ、ちょっとね。ゆっくりやりましょうか。あと2分あるし。あと2分あるし、ゆっくりやろう。来た！フィッシュ！ブラックバス。ちょっと待って、2000グラムって合計じゃなくて、もしかして、ってこと？もしかしなくてもそれ、そういうことの可能性ないか。2000グラム以上釣ってくださいじゃないの。ってことは、あの大物釣らないと俺は勝てないんじゃない？あの大物しか勝たんのでは？これ2キロあるんじゃない？ちょっと。一気に一気に一気に。は？なんだこれ？長靴ってなんだ？長靴って何？長靴は知ってるけど。いや、これちょっと待って。ある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 。くえくえくえ。くえ、来た！来た来た来た。待って、赤いとやばい、赤いとやばいって書いてあった。ナマズ！惜しい！ちょっと待って、これ惜しい。これ惜しいぞ。ナマズ2キロ惜しいぞ。来た来た。これいけるか？来た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 。これは一気に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 。よし、来た。ナマズ5キロ嘘だろ。入れ食いじゃないか。あ、どっか行っちゃった。いや、でもこれ完璧でしょ。もう5キロですよ。5キロナマズとか、俺そんなにナマズは食べたくないけど。ブルーギル食べるためじゃないから。うん、これはキャッチ&リリースしてるから。きっと。キャッチ&リリースの精神。ただ、その釣りの作法についてはわかりません。川釣りですか？川の釣り。よし、ブルーギル。131g。かわいいな。ということで、リザルトはいかがでしょう？あ、これ合計じゃないか。金。金色。黄色ってことは、これ相当いいの釣ったってことだね。10キロ釣っちゃいました。楽勝です。いや、ちょっとこれ、お遊びだったな。かなり緩やかなね、癒しの時だったな。じゃあ、ゆったりした時間を過ごしたので、ちょっと、エキサイトしましょう。スロットか。ミニ四駆です。これは、CPU 強さやばいを、これ参考スマッチで倒すっていうね、状況にしておきましたので、やっていこうかなと思います。これは結構ね、難しそう。やっていきましょうか。3コースあって、それで全部勝たなきゃいけないらしい。ただこれがね、なかなか難しいんですよね。スピードの塩梅が難しくて、早すぎるとコースアウトするし、遅いと勝てないし。とりあえずね、今青いのが俺です。で、これ A ボタンで今スピード調整しながらやってるんですけど、これ早すぎると、これ脱線します。おい、ふざけんな。完全に周回遅れ。
だから適度に調整しながらやるんだけど、そのギリギリの際を見極めないとおそらくやばいに勝てないんだよな。だからそのギリギリをちょっと見極めていくということでね。あ、もうウィニングラン入ってるんで、くそ、学ぶか。とりあえず相手が25秒か。だいたいこれが基準になるからね。え、ちょっとこれもう、え、どういうことこれ、いいの？最終的に3ラウンド勝てばいいってこと？もしかして。じゃあこれ勝つよ。このコースで勝とうじゃん。そうか、タイム合計かこれ。そういうことだな。俺、待って、じゃあダメだ、やり直しだよ。だったらやり直しですよ。だったら本気でやるよ。諦めた。まずは諦めた。そこから始めよう。諦めから始まるストーリーがあってもいいでしょ。諦めから始まる、そんなストーリーがあったって、たまにはいいでしょ。これ、こうか。どこでスピード減速するかだよな。相手がうめえ。相手がうめえんだよ。これ難しいんだって、これ。ほんと、ちょっとスピード出しすぎると、すぐ脱線するから。でも今のでちょっと見えてきたな。見えてきた。脱線なしだよ。25秒でしょ。相手はだいたい同じぐらいのタイム出してくるから。29秒。つまり25秒でいけるようにやればいいってことでしょ。で、今4秒ほどビハインドですよ。5秒か。5秒まくればいい。で、実は俺コース3つ目得意だから。あ、皆さんご存知じゃないと思うんですけど。実は俺ね、コース3つ目得意なんですよ。この急カーブのところで多分減速した方がいいんだろうな。いや、これ難しいよ、これ。どんだけこれ相手キワキワでやってんの？化け物だろ、これ。スピード調整、お化けなんだけど、相手。結構無茶できる。あ、結構無茶できそう。結構無茶できるな。いけるいける。あ、かなり無茶できるぞ、これ。学びがあったな、今。早いな、そして。ここも4秒差か。で、4秒分俺がひよってるってことだ。で、ここですよ、問題は。実はね、このコース得意なんですよね。なぜかというと、最初とりあえず、猛ダッシュしてる、大丈夫、これ。アクセル全開で OK。最初アクセル全開で行って、大丈夫なんですよ。で、ここで、おー、マジか、これ。あ、相手、お相手し、これ。で、2周目からはちょっと気ぃつかないとすぐ、バーストする。2周目はちょっと気ぃつか。で、2周目き、あー、やっちまった。いや、でも相手も相当グダってる、これ。まさか。あ、やべ、やっちまった。ちょ、待てよ、これ。3コース目苦手と見た。3コース目苦手そうだな。これ、俺に勝機があるぞ、これ。これね、かなりね、スピード微細に調整しなきゃいけないんだけど、これはね、わかったわ。俺、3コース目で勝つわ。3コース目でぶっちぎって、で、合計タイムを減らしていくと。まあ、勝ちは譲るよ。いいマシン使ってるね。ちょっと中抜きして勝負しに行くわ。懐かしいな。昔ミニ四駆の大会に一回で出たことを思い出した。早々にね、脱落しました、俺は。ちょっとボディ中抜きしすぎて全然スピードが出ないっていう。あー、ちょっとはい、やり直し。大人の特権、これ大人の戦いだから。相手に教えてんだよ、俺 CPU にね、大人の戦いを教えてるから。あんま舐めんなよと。てか、これアクセルをさ、スティックでした方がいいのかなっていう説はあるよね。今、スティックで操作してるけど、これスティックの方が、あ、なんかいい感じだな。あ、スティックの方がこれいいわ。スピードの伝わりがいい。なんか無駄がない。微細に調整できる。そんな気がする。あ、早い。待って、A ボタンで今までずっとやってたけど、これ A ボタンダメだ。絶対ダメだ、これ。ほら、2秒差、2秒差ってか 1.6 秒差だよ。これいけるわ。なんで俺今までスティックでやんなかったんだ。スティックの方がいいわ。勝てるぞ、これ。これ勝つぞ、むしろ。これ 2コース目で勝つぞ、これ。これ相手の
このゲーのブレーキ音を聞けばどこでスピード減速してるのかなんとなくわかるんですよ。あ、ちょっと待って、ミスった、ミスった、マジでミスった今。だから相手が減速してるところを俺は覚えて、それをこうトレースしていけば勝てる俺は。あ、これいいな、スティックいいな、これスティックめちゃめちゃいいぞこれ。おお、勝てそう。これ5秒差でしょ、多分勝てるぞ、多分まくれるぞこれ。ジャイアントキリングするわ。正直このミニ四駆超苦手だったんだけど、練習してなんとかヤバいにたどり着いたんだけど、まさかこれ勝てる。やっちまった、まずい、まずい、追いつかれた。ちょふざけんなよ、くそー、早い早いけど巧妙見えたな今。微細なコントロール要求されてるから、まず左入れて上に入れてちょっと押さえて、ここも押さえる。あ、お相手し、もしかして僕のことを舐めてんのかな、それともなんかコンピューターが忖度し始めた。やばい、追いつかれる、忖度してね、舐めてもらっちゃ困る、俺は勝つ。これインコースで、インコースで勝てる、インコースで勝てる。うわー、もったいねー、今のもったいねー。てか相手おっせー、相手脱線することもあるんだな。オッケーオッケー、いやコースに早かったな、ほらほぼ差がない、ワンチャンあるな。ここ最初は A ボタンでやった方がいいな、ここ全力ダッシュでいいから、変に減速しない A ボタンで最初スタートして、でここからこれスティックに切り替える。これね、うわー、待って、もったいない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 、くそー、マジか、畜生め、もう強い強いわ。結局集中力、何事も何事も勝つという精神、精神と集中力、それがものを言うから。追いつく追いつくわ、こっから追いつく、こっから始まるストーリー、ちょっとやり直そう。もう俺勝ちに行ってるから、一応言っとくけど俺全レース勝つからね、3レース目で全部追いつきましたみたいなぬるいこと言わないから、そんなぬるいこと言いません、俺は全レース勝つ、相手の心を折りに行ってるから。ミニ四駆やるときに大人がね、子供の心を折りに行くようなもんだから、やっぱ心を折りたい、心を積む戦いだから、これはこれは心を積む戦い、理解したか CPU よ。やばい、結構やり直すは手癖になってるから、いろんなゲームでやり直しを連打してきたから、あまたのやり直しを経て俺はやり直しというね技術を覚えた。舐めてるね相手、相手これもしかしてさ、こっちのスピードにつられて結構脱線してる説ある、あるな。てかどうした、どうした、これかなり相手ビビってるぞ、ピッチャービビってるよ、これかなりゆっくり行ってもいいけども、ここはもう攻め攻めで行くでしょう。はい、余裕、雑魚だお。でもここ 25.5 秒だよな、事故ってなかったら負けてるよね、しかも1回事故ならほぼ同じっていう。まずは勝つところがね、まずは勝利から始めよう。よし、ここも最初は全速力で行こう、多分ここから怪しいな。で全速力で行って、ここ絶対、おーい、どうしたどうした、ひよってるね、ビビってますね、完全に俺にビビってるなこれ。よし、あ、全速力の出しどころ分かってきた、ちくしょう、くそー、でもほとんど同じじゃねえか、ほとんど同じ、ほとんど同じで総合タイム勝ってる、つまりここで勝てば俺の勝ち、ここで勝てば私の勝ちです。よし、絶対勝つ、まずは A ボタンね、
まず A ボタンでリードする。ここ絶対相手脱線するから。で、ここから調整。やっちまった。くそー、なんでアドバンテージを。まずい。嘘だろ。わかりました。まあ、負けたけどね。結局負けたんですけど。毎回10秒差で負けてんな。わかったのが、コース1、2は、普通にスティックでやった方がいい。ただ、最後の3コース目だけ A ボタンでやった方が早い。ということがわかりました。多分 A の方がコントロールしやすい。でもここは、直線が多いから、やっぱりスティックでコントロールした方がいいと思う。できればタイムも25秒ぐらい。25秒台なら、めちゃくちゃ早いぞ。いった！よし！どうだ？ 26 秒 7！ OK! OK！ 確実な成長、そして勝利。ワンミス27秒には勝てるな。ノーミスは、釣られていけば早いでしょ。あれ、50メートル走、100メートル走と一緒だから。ちょっと前にいた方が早い。あると思います。よし、来た。これ相手脱線させてるからね。心理的に勝利してる。ちょっと緩めるの早いかもな。もう少し際攻めてよさそう。もう少し際攻めても俺許される気がする。いやー、しかしノーミスなら OK。 イエス。はい、2連勝。え、てか、差が 0.1 秒しかない。どういうことだ、これ。よし、で、ここだよ。ここは A ボタン。絶対 A ボタンで勝てる。ここね、ノーミスすれば多分勝てるわ。そういう風にできている。まあ、見てろって。びっくりするから。これまず A ボタンずっと押しといて OK。で、こうして、相手が脱線しない。なぜ急に上手くなった。まさか挽回しようとしている。させねえよ。挽回させねえよ。メダリオン持ってんだよ、こっちは。よ、メダリオンでお前の挽回を吸収する。うわ、ちょっと待って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 、脱線しろ。俺がかい。マジかよ。え、これ負け、もしかして。うわマジ。いや、ちょっと強い。ちょっと本気モードでいきます。すいません、黙ります。黙るとパフォーマンスが 25% 向上する。早い早い早い。結構早い。結構早いな。でもベストに勝てないよな。なんだあのベスト。あ、理論値じゃない、あれ、もしかして。理論値疑惑あるんだけど。理論値やめえや。早すぎるんじゃ、理論値。早すぎだよ。理論値がすぎる。最終レースはね、1周目だけ A ボタン。2周目以降はスティック。っていう風に使い分け。一周目はまず A ボタンずっとベタ押しして、ここまで大丈夫。で、ここから調整。で、ここから調整していく。早くね？なんで本気出した？ 1分30秒切ってきたんだけど。俺ガチだわ。ガチでやんないと勝てない。俺4秒か。縮まった。
惜しい。もうちょいで理論値に勝てるな。ちょっとコース1は煮詰まってきた。コースにはまだまだだな。しかし2連勝。さあラスト。勝ちましょう。完全勝利を目指そう。ここは落ちなければ勝てる、落ちなければ。まず A ボタンダッシュ。まず A ダッシュ、完全に A ダッシュして。で、しっかりスピードコントロールする。ここでスピード上げられるから、そう、上げすぎるとねすぐ脱線するから。このコース、ここ、ここ調整、ここも調整で、ここまで調整しなきゃいけない。 OK、 落ちなければ勝てるぞ、落ちなければ勝てるぞ、これ落ちなければ勝てるぞ、これ落ちなければ、落ちなければ、落ちなければ、よっしゃー、37秒、これ完全勝利です。1,2,3 全部勝ちました。ということでミニ四駆勝利です。いやー、脱線してくれるね相手、意外と。いや、その要素なかったらもう無理だったわ。理論値なかったらあと3時間かかってたわ。ふぅから、ということで今回はフィッシング、そしてスロットカーの2つをクリアいたしました。合計トロフィーは51分の41です。さあ、あと10種目。頑張っていきましょう。